熊ラボチャンネルの主、マスタークマです。今回紹介するルアーはこれ。バンダイの G マスターシリーズのナイトポッパーになります。はい。ね、このチャンネルでたびたび紹介させてもらってる、G マスター、つまりグランダームサシのシリーズの中のルアーの一つのナイトポッパーになりますね。これね、G マスターシリーズの中でも結構人気が高いルアーなんですね。よくね、これとギョロッチのこの二つがね、ギョロッチってのはバイブレーション、目玉の飛び出たようなバイブレーションなんですけども、この二つが人気のルアーだと称されてます。まあ、理由はね、簡単で釣れる。非常に釣れるルアーだと言われてます。で、G マスターシリーズがね、これ毎回言ってますけど、何がすごいっていうのは、これ村田はじめさんですね。シマノのインストラクターであり、イタコ釣り具の村田はじめさんが監修されてるんですけど、アニメ的な要素を入れつつもですよ、ちゃんと釣れるルアーに仕上がってるのがすごいところなんですね。で、これもね、ちょっと鎧をまとったようなね、魚のような形をして、ね、頭部の方にね、この何ですかね、縦に紋章が入ってるような、中世ヨーロッパの騎士のね、盾のような紋章が入っているような、衣装を施しながらも、ポッパーとしてね、ちゃんと基本的なところはきっちり守ってるんでね、ポコンポコンいい音立てますし、もちろんね、首振りもちゃんとするポッパーなんですね。で、少しこう、なんですかね、前から後ろにかけて R を変えてるんですけど、その分ですね、その分頭の口の部分ですね、ポッパーとしては非常に大事な部分、ポップ音を出す部分を少しね斜めにして、顎の部分を短くしてるんですね、下の。それで水を下から抜いた水が上に出るような感じ、下から当たってきた水が、だから口の表面を上にくるっと回すような感じで、音が出る、泡が出る、しぶきが出るっていうことをね、三要素をちゃんとね、再現しやすいようにしてるポッパーです。で、性質上ね、どうしてもルアーとフィギュアの中間みたいな形を取らざるを得ないんで、村田さんをはじめとしたね、開発陣の皆さんはかなりのね、ご苦労があったとは思うんですが、ちゃんとね、ルアーに仕上がってるっていうのは本当に、これは何度も言いますけど、すごいことだと思います。ですんでね、このナイトポッパー、非常にね、サイズ的にも使いやすいサイズになってますんで、もしね、見つけましたらコレクションとしてね、私みたいに揃えるのもいいですし、実践で使っても何ら不足のないルアーですんでね、興味がある方は使ってみてはいかがでしょうか。ではね、今回はここまでにしたいと思います。次回何を紹介するかは次回の動画でお楽しみください。では今回はここまで。